どうもこんにちは、ブラジル部の部長の杉山忠太郎です。今日は高尾山に巡検に来てます。今回からあの YouTube に動画を投稿していくのでよろしくお願いします。めっちゃ景色綺麗じゃん。高尾山山麓駅に来ます。これからリフトに乗ります。切符買いました。山麓駅めっちゃ並ぶね。てか紅葉が綺麗。はい、じゃあ今リフト待ってる間に高尾山の説明をしたいと思います。高尾山は標高599m で、古くから天狗が存在してるっていう伝説があります。あとミシュラングリーンガイドジャポンっていう観光ガイドで三つ星評価を得てます。まあ東京近郊の行楽地として有名ですよね。今からリフトに乗ります。リフト前に行って言いますよ。はい、いや、あれがうまいだよ、うまいけど。まあ、進まなくていいだろ。まあ、そう、歩いたね。間違えて歩いた。何歩いた？うぇーい。よし。あ、めっちゃ急じゃん。そうだよ、だから言ったさ。だからバーないから、下りは急だから危険だよ、って。めちゃくちゃ怖いんだよ。危険、リフト揺すらないでください。はいはい、あ、めっちゃ急だね。はい、というわけで今リフトに乗ってます。はーい。あー、後ろ綺麗。よし、後ろがだんだん開けてくるから。あ、ほんとだ。いいですね。ここでちょっと薬王院の説明をしようかな。はいはい、頑張れ。薬王院は真言宗智山派の関東三大本山の一つです。で、大師堂っていうのは東京都指定有形文化財に指定されています。うん。で、まあ、まあ他に補足することがあるとすれば、そうだな、まあ昔から自然が守られてきたっていうのがあるかな。なんかその自然が昔から守られてきたから、あの高尾山で新種の植物とかが見つかったりとかっていうのがあったみたいだね。あの高尾山は鳥とか植物とかを取ったりとか、あとバーベキューとかも禁止になってるんだったかな。お、あと終点、終点。じゃあそろそろ降りましょうか。降ります。まもなく到着します。ベルトに降りて歩いて左へ出てください。We will soon arrive at the station. When you arrive at the station, please get off the chair. Take off your seat. ベルトに降りたら歩いて左に出てください。はい。よし。はい。降ります。はい、下ってください。左に出ます。よいしょ。はい。はい、というわけで到着しました。ここどこだ。え、中腹。中腹ね。まだ中腹にやってきました。はい、現在時刻は10時ですね。15分くらいですか。おはようございます。1本ください。350円です。550円かお預かりします。はい、ありがとうございます。200円の返しです。出しました。ありがとうございます。おはようございます。350円です。はい、三つ福団子です。おう。それ取って需要ねえだろ。需要のかけらもない。で、さっき言ってた稲荷山っていうのは隣の山に一回登って、そこから尾根伝いの山頂まで行く。ここは本気の、登山道。素人が簡単に行っちゃいけない。素人は行っちゃいけない。いや、俺前行ったよ。
僕もじゃあお前もう素人じゃないと思う。違うちょっとおーめっちゃ綺麗じゃん。ここも景色綺麗だな。あ、そういえばここら辺にさ、樹齢 何年とかいう、ね、なんだっけあれ、名前忘れちゃったけど、うん、なんだっけ、名前は忘れた。名前は知らない。あ、そうだ、タコすぎた。タコ。あ、そうそう、タコだ。あの樹齢が何百年の。これね、タコ杉450歳よみたいな。発祥禁断。ここは男坂と女坂。ちょこっちが男坂で、ね、あっちが女坂。よし、じゃあ段数数えますか。そうかしら。ここから1、2、3、4、5、6、7、108段。108段です。女坂どこで出てきたの。ああ、あそこ。ちょっと早いね。男坂行きたが行きたい。また次行きたら行きましょう。はい、ここが薬王院高尾さんのね、やつですね。
これずどう見ても山頂だわ、この開けっぷりは。あそこ山頂でしょ。やっと見えてきたな。めっちゃ開けてんじゃん。余裕だった。スポーツでーす。ダメだ。運動不足だ。お怖い。応援飛ばしても300人の画質がクソだから。応援したいけど5連続使いたい。富士山。行くよ。メイクして。モミジがすごい綺麗。富士山すごっ。富士山すげえ。ナッコ汁もええな。さっき撮れなかった。富士山すごっ。昼食も食べて、富士山も見て、で、もうこれから下ります。下りますカットはい、じゃあこれで高尾山巡検はおしまいです。笹塚で書いてある。紅葉が綺麗で良かったですね。まあ、結構早く終わっちゃいましたけど、まあ、次回はね、まあ、いろんなところで楽しんでいきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。 Twitter などもやっているのでフォローお願いします。また次の動画も見てくださいね。